に来てくれてありがとう。歯科技講師のタカポンです。今日はノンクラスプデンチャーの、まあ俺の考え方、あと材質な、材質2つあっぺ、それの話な、ノンクラの材質ってポリアミド系あっぺ。ポリアミド系っていうのはビニールみてえな材質で、弾力があって割れにくくて、だけど修理ができねえと言ってっぺ、で次にアクリ系のやつな、アクリ系のやつは弾力は少ねえんだよ、だから割れやすい。ただ修理ができる即重がくっつくな材質な、っていう感じで歯科医に言ってっぺな。でその修理の考え方だよな。俺が思ってる修理ができるっていう、修理ができるって言ってるのは歯科医師が修理ができるっていう話だ。歯科医師がな、歯科医師が、自分のところでな、歯医者の中で修理ができるかどうかな、修理ができる材質かどうかな、リベースができるかどうかっていう話、だと思うんだよな。で技工所からすっとポリアミドもアクリも、うちはどっちも修理はできねえからな。できねえ、修理はできねえ。なんでできねえかっていうと、ノンクラスプの大体壊れる原因っていうのはこの弾力が必要なところが壊れんだよな。型が壊れん、で型が壊れて型のどこだけ修理ができるかっていうと、そんな材質はねえんだよ。そんな修理が効く材質はねえんだ。即重、アクリルは即重くっつくけどな、即重に弾力はねえがんな。即重に弾力があってノンクラスプの材料に使えんだったら、ノンクラスプの材料は即重になってっかんな。だから技工所で修理ができるかどうかっていう話じゃねえと思うんだ。技工所だったらだって打ち直しちゃった方が早いもん。いや、ノンクラスプなプライマーが出てんだよな。プライマーが出てその部分だけ打ち込むことはできんだ、壊れた部分な。ただその部分打ち込む量と丸々1個打ち込む量が同じなんだよ。アームだけちょこっとだけ打ち込むっていうことはできねえんだよ。最低量が必要なんだ。シリンダーの中に入れるな、ペレットの最低量っていうのが必要なんだ。その最低量ってどのくらいで引っかっていうと、ちっちゃいノンクラスプ2つ分ぐらいできるんだ。一気にな。だからどんなにちっちゃくてもな、1個分使っちゃうんだよ。だから1個分打ち直した方が早いんだ。だからうちはノンクラスプの修理はできない。で、歯科医に言ってるのがノンクラスプの材質っていうのは1年か2年で壊れる材質だからな。で、金属症でな、絶足裏打ちしてんのあっぺ。1年か2年で壊れる材質のものにな、後ろに金属つけたらな、なんか金属症になって1年か2年で壊れるっていうのは、それはクレームの元になると思うんだよな。だから俺は打
裏打ちに金属化粧はやらない、うん、だってアームのところが1年か2年で壊れんだから、うん、壊れんだ、うん、で壊れたらどうしてもらうかっつうと新規で作ってもらう、その方が回転がいいべ。自費の患者さんが1年か2年ごとにあの新しいものを作ってくれんだぞ。それってすげえメリットだと思うんだよ。それを修理しながらこうずっと使ってるっていう技師じゃねえだろな、ノークラスプっていうのは、うん、まあ俺はそういうふうに思って、ノークラスプは作ってる、うん、よくどっかの会社で3年保証とか4年保証とかあっぺん、うん、あれなんだ、そんなに材質持たねえぞ。で、歯科医院で修理ができるっていうのはとりあえず、新規の技師を作る間の、まあ、1週間ぐらい持ってくれればいいかなぐらいの修理ができるっていうので剥離が進められてる、うん、そういうふうに思ってた方がいい。ただ剥離は割れる頻度が高い、剥離は割れる、とりあえず割れる。だから割れる回数が多いっていうのはまあそれだけ回転率もいいっちゃいいんだけど、な頻度が高すぎるから今度はクレームの元だと思うんだよ、うん、アクリは俺クレームだらけだもんだと思う、うん、いやー闇時計にしてほしい、うん、だってアクリにしてもポリアミドにしても修理でさ、修理ができるっつってあんな修理しねえがんな、歯科医、歯科医師、だからまあ壊れたら捨ててもらう、その方が一番いい、うん、な、うん、そういう材質だって思ってくれた方がいい。ただまあ半年ぐらいで割れちゃったらまあとりあえず俺は新規で新しいのをやってる。まあそういうことだ。まあ割れっから。じゃあそういうことで、おいじゃない。